はい、40系ベルファイアなんですけど、今回、ナビゲーションシステムの、ソフトウェア更新、来ました。内容がですね、より快適にナビゲーションシステムをご利用いただくため、購入後のナビゲーションシステムの機能操作性向上を目的にソフトウェア更新を行います。なんだかね、あんまり大した内容じゃないんですよね、はっきり言って。その更新内容なんですけど、こちらをご覧くださいで、改善項目適用リスト、分かりにくいな。改善項目1から6まであって、アルファードベルファイア1から2は対象外。1から2っていうのが、ドライブレコーダー録画状態の常時表示、これは関係なし、ドライブレコーダー常時表示、設定画面のショートカット機能、これも関係なし。で、3番目、よく行く地点の登録方法改善。これは関係あるんですけど、今回変わってるんですけど、なんかね、その、よく行く地点っていうのを、私使ってないですからね。関係ないですよ、ほとんどね。で、目的地とか設定もね、はっきり言ってちょっとやりにくいですよね、今回の40系。どうもいまいちって感じなんですけど、まだ、あんまり自分が使ってないっていうのもあるんですけどね。で、次がね、5番目なのかな、これ。自社位置マークの変更機能。これは、まあ、はっきり言ってどうでもいいような、今矢印みたいのが表示されてる自社位置マーク。これをですね、スマートフォンアプリモビリンクから転送した自社位置マークアイコンを、地図画面と交差点拡大時に反映できる機能を追加。これね、モビリンクっていうのをちょっとダウンロードして見てみたんですけど、で、アルファードのそのマーク、車両マークとかあるんですけど、これ1個250円で購入するんですよ。いや、そこまでしてね、マーク変えなくてもいいや。で、変えてもね、なんていうんだろう、上から見たアイコンなんで、何の車だか分かんない。アルファード、ベルファイアっていうマーク見たんですけど、なんか30系なのか40系なのかも分かんないような、真上から見てね。そんなアイコンに変えても、250円払って変えてもね、何なのって感じになっちゃうんで、これもパスだな、あんまり関係ないな。で、5番目が、地図 3D 表示中の建物立体表示対応。これね、建物を立体表示するって、必要ですかね。まあ、見た目、立体表示っていう感じで、いいのかな。しかも縮尺100メートル以下、あんまり関係ないな、これも。で、6個目がハートフル音声の設定機能追加、ディスプレイオーディオグレードのみ。ディスプレイオーディオグレードっていうのは、40系だいたいこれもっと上のグレードですよね。だからこれも関係なし。となると実際関係あるのは、よく行く地点の登録方法改善、自社位置マークの変更機能、地図 3D 表示中の建物立体表示対応、このぐらいですか、今回の変更で。どうなんでしょうね、なんだかな。で、もう一回戻って見てみると、取り上げた6個の改善点、変更点の他に、動作不良の解消、動作安定性の向上など、まあ、これが今回 の、そのソフトウェア更新重要なところなんじゃないですかね。車の自社マークの変更機能、250円払って変えようとははっきり言って私は思わないですね。だから今回、ソフトウェアのアップデート、まあ、あまり大きく変わるってもんじゃないですよね。だから今まで不具合あったところが解消されてたり、動作安定性の向上、まあそれに期待ですね。で、なんかね、勘違いしてる人いるみたいで、今回あくまでもこのナビゲーションのね、ソフトウェアの更新なのに、なんかそのハイブリッドのその走行の EV モードが少ないの改善されてるんじゃないかとかね、そういう期待してる人もいるみたいです。絶対そんなことないですからね。そんな簡単に
変えられるもんじゃないでしょう、うん、というわけで今回のソフトウェア更新ちょっとあまり、うん、期待外れというか、まあ、こんなもんですかね、まあ、徐々に良くなっていくことを期待しましょう。はい。